カーニアンは国際総除委員会によって定められた地質学用語である地質時代名の一つ。約2億3700万年前から約2億2700万年前に当たる後期三条期の最初の期である。前の期は中期三条期最後の期、ラディニアン、続く期,期は後期三条期の2番目の期のオリアン。名称はオーストリアのケルンテン地域に由来する。 恐竜が出現した時代ともされる。カールニアキやカルンキと表記することもある。カーニアイ海やカールニア海という表記もあるが、カイトは時代を示すものではなく、地層に対して当てられる単位であり、創除名、カイト、地質時代名、木は、体をなす関係である。北部イタリアドロミーティの上部カーニアンガイトラベナンゼス、類層の中石ヒラの赤いニエ南、 アルプスドロミーティのバルバディアに分布するサンカシシアの類層から産出したブロシアトラキセラスブロシアス。このアンモナイトはカブカーニアンの始純化石である。カーニアンは1869年にヨハン・オーガスト・ゲオルグ・エドモンド・モジソビッチ・ホン・モジスバーが命名し、この名前はオーストリアのハルシュタットに位置する石灰岩の路頭の一部を言及する際に、 初めて使用されたカーニアン海の規定は、アンモナイトの種であるダキシティナカナデンシスが、初めて出現する、創除記録上の場所と定義されている。規定のグローバルリファレンスプロファイルは、イタリアの南ティロル地域、バルバディア近くのスタースウィーソンに位置する。約2億3000万年前には、カーニアン湿潤海ベントが生じ、地球規模の気候変動と生物症の変遷が引き起こされた。 それまで乾燥していた気候が100万年以上も、湿潤化し、アンモナイトや、コノドンと、外行動物及び、ウミユリズナが多く絶滅した。カーニアン湿潤化イベントに続いて、恐竜や、ウロコリュウ類が出現し、休暇植物門や、石灰質の微生物、石散語目が判明した。カーニアンからヘッタンギアンにかけては2枚以外の価数が、急激に増大した時期にあたる。 最も原始的とされる恐竜のエオラプトルは、約2億3100万年前から約2億2800万年前にかけて生息しており、恐竜が出現した時代でもある。岐阜県犬山地域に分布する、ミノタイ、上部三条系は、ノーリアンの前期、中期境界を除いて、カーニアンから TJ 境界まで固知期が未確認されており、三条系の内セクション HRK は、 カーニアンからノーリアンにかけては北半球の低位度、レーティアンでは北半球の高位度で堆積したことが示唆されている。山口県の秋吉体を構成する陸方堆積物は大峰地域、厚地域、浅地域に分布し、このうち大峰地域の山条系は1939年に平原層、桃の木層、麻生層に区分けされ、うち麻生層は カーニアンノーリアンあるいはレーティアンがイとされた。西南日本内帯の京都府東南部丹波大美寺、福谷と西南日本外帯の徳島県秩父南帯、クイダニからは後期三条系のこのドンと化石が産出し、両地域の堆積物はカーニアン期にはパンサラッサ海程度地域、イザナギプレート上のイザナミ海内及びその周辺の海底に分布していたと考えられている。 カーニアンキに続く、ノーリアンキではこれらは東西へ北上した。九州地方では、熊本県に月村元板に最上流部の三宝山、サブテレーンの火山採接岩層から算出した2枚、外化石により、銅層がカーニアン海であることが示唆されている。ありがとうございます。